朝ごはん決めるくじ引いてください。今回の動画は運試し企画24時間くじ引き生活。何を食べるとか何をするとか全部くじ引きで決まっちゃうんだ。今まで結構順調にくじ引きを引いてきたけど、まさか最後にこんなことが。2020年いい年になりますようにってお願いした人はグッドボタン押してね。チャンネル登録もしてね。そろそろちょっとお腹が空いてきたんじゃないですか。これからおやつを買いに行きますが、いくら分のおやつが買えるかをくじで決めたいと思います。はい、はい、いきますよ、ピンク引いたら500円です。ソリー。はい、黄色、300円。はい、緑100円150円。おお、150円。はい、青0円です。0円です。0円。おやつなしですね、実質。青でなし。はい、聞いていいのね。そういうことなんで、ちょっと置いてます。そう、見ちゃダメ、絶対見ちゃダメですよ。りんたろうくん、ちゃんと座ってください。座ってください。で、今回どっち行くんだっけ。混ぜます。りんたね。はい、りんた、見ちゃダメ。はい、それじゃあ運命の玉をぐるぐるして、ぐるぐるして。待ってよ。はい、これさ、まだ決めたいんだよ。なんかじっくり決めたみたいなことだから。はい、決めてください。せーの。待って、まだ長いって。じゃらん。おっ、早かった、びっくりした。ちょっと豪華な500円おやつですね。はい、やったー。じゃあ何個買えるんだろうね。ということで、おやつ買いに行きましょう。はい、ピンク、やったやった。おかしい。はい、一番高い金額を500円当てたので、今日のおやつは豪華にクレープです。クレープです。いただきます。うん、リンタ、何クレープにしたの。わ、チョコケーキ入ってるやつ。うん、豪華なのしたね。うん、あのはカスタードとホイップクリームと生のイチゴ。イチゴ、美味しそうですね。お、イチゴだ。幸せそうに食べるの。はい、おやつが終わりました。続いて何をするかもくじで決めてもらいます。ピッ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 。はい、ちょっとじゃあくじの内容を先にお伝えします。内容ですね。はい、次はですね、ピンク、お買い物。黄色、お外で遊ぶ。緑、お家に帰ってお掃除。青、お家に帰って、宿題や勉強。それ助けたいよね。黄色だよ。さあ、え、違うよ。私お買い物がいいの。お買い物です。はい、何狙いは。じゃあピンクですか。はい、ピンクのお買い物。今度聞くのは、はい、かのちゃん。はい、はい、じゃあ、一発でお願いしますよ。ちゃんとぐるぐるしてね、ぐるぐるしてね。ぐるぐるしてください。待て、やめる。やめる。やめるとかダメ、誘導ダメ、誘導ダメでいいんだ。ダメ。決めてください。かな。これ何？これ何？ダメダメ。すぐ決める。ダメダメ。リンちゃんダメ。教えたらダメ。今ね、あのね、あれでリンちゃん何も言ってなかったよ。絶対黄色でって言ってただけだ。早く早く。早く。ズブなし、ズブなし。さあ、もう決めて、早く。はい、抜いてください。ダメ。お、高いもある。ピンクですね。僕見たかった。ピンクは僕です。私はお買い物だ。やった。はい、ということで、はい、お買い物ということになったので、まあ、今日せっかくね、お正月なので、福袋を買いに行きましょう。福袋だ。やった。はい、ということで福袋探しに向かいます。はい、はい、ゴー。そう、おもちゃ。はい、福袋買ってきましたね。はい、じゃあ早速お家で開けてみましょう。わかった、わかった。はい、やるん。うん、
ついたついたついた。お帰りなさい。はいはいはい、それじゃあ2人の買ってきた福袋を見せてください。せーの、ダーン。ジンタッチ、ジンタッチ顔見えなかったな。リンさんの福袋は、うやっ、駄菓子屋さんで買ってきました。でかのんちゃんの福袋はファンシーショップで文房福袋を買ってきました。はいはい、はい、2人の2020年の運気がこれでわかります。3、2、1、オープン。二人の表情、おリンタ嬉しそうですね。超可愛い。それじゃあまずはカノンちゃんの福袋の中身を見ていきましょう。めちゃくちゃ可愛い。え、ラッキーだった。ラッキーだった。じゃ、全部入ってたよ。はい、順番見せて。せーのどん。これまず筆箱。カノンが後に開けてる。え、これあれじゃないの、結構しっかりした筆箱だね。そうそうそう、なんかすごい。え、これだけで1000円くらいするんじゃないの。これ見て、これ私のあの集めてるシリーズの、あ、この猫ちゃんの。本当だ、かわいい。いや、1200円。え、もうこれだけで元取ってるじゃない。ちなみにこの福袋は1000円です。わー、じゃん。お、それは何だ。これ多分ね、あれメモ20枚入りだって。へぇ、ちょっと開けてみよう。開けてみて。なんかメモ用紙って。メモ用紙、うわ、かわいい。色物も可愛い。じゃあ次、これさーん。お、これはかわいいシール。あ、恐竜だ。じゃあこれ、じゃじゃーん。これはメモ帳だ。メモ帳だ、また。はいはいはい、こうだ。おー、いっぱい入ってるね。いきよ、せーの、ただーん。おー、あ、あれ、これなんか見たことあるでしょ。あ、見たことある。カノン持ってる系だと思う。これ、こういう、あ、クリアファイルだ。クリアファイル、せーの、だらーん。これ何円。180円です、これ。1、2、1、GO。これは、蛍光クレヨンだったみたい。やった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 。最後です。では、いきます。はい、3、2、1、GO。ただーん、修正テープ。かわいい修正テープだね。カノンの福袋はこちら。これはね、3590円相当のものが入っていました。福袋お得。それでは続いて、はい、リンタロウ君の福袋の中身を見たいと思います。ゴー。リンタ超お得。これも得だよ。ででん。セット。もうこれだけでさ、あれでしょ、500円ぐらいするの。これ、これ2個でやっぱ1000円だと思う。そんなしないわ、カノ。そんなしないわ。私の中では、私の中ではこれすごく高い。ということで、りんたろくんは1000円以上に満足なわけですね。はい、はい、それよかったです。りんたろくんも2020年いい年になりそうですね。はい、いい年になりそうでーす。はい、というところで、はい、まだまだ2人の運試しは続きます。はい、そろそろ夕飯の時間。お腹すごい。できた。じゃあ夕飯をどうするかをまたくじで決めたいと思います。それでは、今晩の夕食を決めるくじを引きたいと思います。はい、では、くじの内容を説明します。はい、まずピンク、豪華おせち料理です。いいですね、いいですね。はい、そしたら、黄色が、ママ特製お雑煮、美味しいです。お雑煮って何だ。お餅が入ってて美味しいです。はい、そして、次の、緑が、外食、どこか食べに行きましょう。はい、はい、そして最後の、青が出るとカップラーメンです。カップラーメンです。カップラーメンです。おせち料理がいい。それではりんたろー君、心の準備よろしいでしょうか。はい、はい、では夕食を決めるくじを引いてください。ワク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 、おせち料理がいい。ワクワクワク、カップラーメンです。カップラーメン。お正月なのに。カップラーメン。お正月なのに。